じゃこんにちは、豊さん、はい、豊さんの親友でもある原監督、はい、現役ドラフトの時もちょっと話題になって記事にもなりましたし、はい、やっぱ原監督の発する言葉って結構いろんな記事にもなったりもするんですけれども、まあ、それはなるよね。そうですよね。それはなるな。いや9回多分12球団1になりますもんね。なるな。で今回もそうなんですけれども、コロナ特例にちょっと対応、うん、原巨人2対1の大型トレードもという記事が出てたので、はい、まあ大型トレードっていうのは2対1だから大型トレードじゃなくてさ、はい、誰を出すか出さないかだよね。で誰を取ってくるかっていうことでしょ。そうですそうです。今回この期間の中で9月30日が、はいはい、そのトレードのちょうど期限なんですよね、うん、今年は、まあ、その中で例えばもうね優勝するためにはちょっとこの選手が欲しいなと思ったら、いやそれはもう海外はさ、はい、もう優勝目前とかさ、はい、ワールドシリーズ出るとか、はい、その前にバンバンやるよね。いや、アメリカはすごいですね。すごいよね、うん、だからもう大なたを振るというかさ、はい、日本もそれはあっていいと思うよ。そうですよね、うん、なんかようやくちょっと最近になってそういうのが やり始めたのかなっていうふうに思うんですけど、うん、だから、まあ、FA だけに頼ってるとさ、はい、もうそれはオフしかできないし、うん、でもこれ本当に優勝を狙いに行かなきゃいけないって言った時に、はい、もうなんか身を切る思いで、はい、そういうこともやって、うん、まあ骨を断つというようなさ、うん、そういうこともやっていかないと、はい、やっぱなかなかこう今年の場合は厳しいのかもわかんないよね。そうですよね、うん、本当今年本当日数的にもうとにかく勝負をかけていかなきゃいけない年でもあるので、まあそうだね、はい、でもそういう必死な姿はね見てみたいよね。そうですよね。ただ単にもうこの選手出したくないからとかじゃなくて、うんうん、いや来年だったらいいんじゃないかじゃなくて、はい、もう優勝もう今年は絶対しなきゃいけないとかさ、うん、こういう時だからこそファンのためにもう優勝を届けたいっていうさ、うん、まあそういったことでトレードっていうのはね、はい、行っても俺はいいと思うけどね、うん、ただもちろん出す側の相手チームも今年は優勝無理だなっていうふうに思ってるんだったら出すでしょうけど、うん、ちょっと例えばかなり競ってるとかその6球団が、うんうん、そうなってくるともちろんね、交渉っていうのもなかなか厳しい。いやそれはもう同一リーグでは出せないよね、うん、そうですよね。だからまあ相手はパ・リーグになってくると思うけどさ、だからこっちは2人つけるけどって、うんうん、まあ極端な話、はい、うん、なんて言うんだろう、まあ、菅野坂本出して柳田を取るとかさ、うん、いやいやそれは極端な話だよ、はい、いやそれはもう絶対ないとは思うけど、はい、まあ例えばキャッチャーが誰か大城がもう一本立ちしたと、はい、そしたら小林と、はい、まあ、誰かつけて一人を取ってくるとか、はい、中継ぎもワンポイントみたいなのを取ってくるとか、はい、だからもうそういうこともあり得るということだよね。そうですよね、うん、そういうのもうパッ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 もうこの短い期間で考えてパッと決断しないと、うん、だってさ全選手、まあ、支配下のさ、はい、選手の中で何人いるんだ、まあ、60人いるとするじゃない、はい、で60人が全員使えるわけじゃないよね、はい、その中に一軍選手なんだけど調子の悪い選手、うん、でも環境を変えてあげるとさ、うん、いい選手とか、はい、良くなるんじゃないかっていう選手も含めて、うん、だからみんなが使えるわけじゃないし、うん、でもチームとして戦っていったらここら辺が弱点なんだって言った時に、はい、いや あの選手で埋めようみたいな、うん、で交渉だよなとか交渉力だよね、はい、でも例えば交渉しておいてシーズンオフにはまた戻そうってトレード、はい、それもありってだと思うんだよ、はい、例えばパ・リーグのもう優勝できないクライマックスにもできない、うん、出れない、うん、そういった選手の中でちょっとこの選手この2対1で変えてくれないかとか、うん、で、まあ例えばよ、はい、例えばの話よ、うん、だからこれはもう誤解されると嫌だから、そうですね、もうここで例えばの仮の話、誤解されるといけないけど、はい、オリックスの山本、うん、はい、ピッチャーがいるじゃない、はい、でオリックスがちょっと低迷しちゃったと、はい、そしたら変えてくれと、うん、とりあえずこの期間2ヶ月間3ヶ月間だけ変えてくれと、うん、でまたシーズンオフになったら戻すからみたいな、うん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 、それも俺はあれだと思うんだよ、まあ、ちょっとレンタル的な要素を持ったってことですよね。そう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 、いやだから逆に言えば、はい、パ・リーグの優勝を狙ってるチーム、はい、まあ、例えば西武、うん、ピッチャーがちょっといないじゃない、はい、そしたら下位に沈んでるセ・リーグの、うん、はい、そのチームからピッチャーこれ貸してくれと、うんうんうん、
ありだと思うんだけどな、俺は。なんか新たなレンタルみたいな。いや、ただそれで優勝して日本シリーズ出て、はい、そしたらその選手が経験できるじゃない。そしたら大きくなって帰ってくるっていうことだよね。優勝そういう経験を、はい、してる。だからそれはお互いのチームにも得だと思うんだよ。逆にこっちから例えば下位のチームに行った選手はそこで、まあ、ちょっと出場の機会とかも増えたら、ね、もらってっていうこともできますもんね、うんうん、だから双方にとって、はい、なんていうの、利益がある、はい、そういうトレードだったら俺全然ありだと思うし、うん、そのまま変えてなくても、はい、またオフになったら両球団で変えればいいわけだからさ、うんうんうん、そう思わない？だから、まあ、だから言えば、うん、トレードというよりもレンタル制度みたいなことがあっても俺はいいと思うよ、うんうん、みんなレンタル、ね、上位のチームとかすごい面白いレンタルとか、いや面白いと思うよそれはそこに人間関係だとか、はい、監督の力関係だとか、うん、いろいろあると思うけどね、はい、これトレードってなるとやっぱりピッチャー陣が動く確率っていうのはの方が大きいんですか、野手よりも。こういう時って欲しいのってやっぱピッチャーが勝敗の何割か握ってるからね。ですよね。あ、それはやっぱりいいピッチャーが下位のチームで投げてるんだったら、うん、もう貸してくれないかと思うよね。喉から手が出るほど欲しいよね。そうですよね。もし実はこれも仮なんですけど、豊さんが今巨人のなんかそういうのできる権限があったとして、巨人例えばピッチャーが中継ぎが足りないなとかだったら、うん、2対1で誰欲しくて誰出したりとかってします？どの選手が2対1で釣り合うのかなっていう。いや、これは釣り合う釣り合わないじゃないんだよ、うん、だからチームがどの選手、どのポジション、何を必要としてるかによってこれは全然違うじゃない。だからここは大したことないと思っても、はい、そのチームにとってはものすごく貴重な存在になる可能性だってあるし、うん、だからその名前とか実績とかそういうのはあんまり関係ない。まあ実績は少しか関係あるかな、はい、だけどその必要としてるものがどういうものかによって価値が決まるじゃない、はい、例えばこの携帯があるじゃない、はい、これ普通に買ったらまあ10万ぐらいだよね、うん、でも必要とない思ってない人は1円単位を出してだって買わないでしょ。でもこれは絶対もう死活問題で絶対いると思ったら100万出しても欲しいと思う品になるよね、はい、だからトレードってそういうことだということだ。そのチームの台所事情でってことですよね。全然変わるって。だから名前があったって貴重じゃない選手だっているし、はい、でも名前がなくてももうすごく重宝するというか、はい、そういうトレードであってほしいけどね。そうです。お互いを補える、はい、そういうトレードだったら2対1だから数じゃないんだよね、大型トレードって、うん、多分そこを埋めれる埋めれない、はい、もう効率が来たら 100% 埋めれるっていうような選手が来たらもう大型トレードというかさ、はい、そういうことに俺はなってくると思うけどね。どこのチームがやるでしょうね今年。あ、だからなんていうの、今年は、はい、もう特例で9月30日まであるわけでしょ、はい、ということはまあレンタル制があってもいいと思うけどね、うんうんうん、取り決めしときゃいいんだよ。もうお前のところはもう優勝ないだろうと、はい、だから貸してくれと、うん、オフになったら返す、うん、で誰が欲しい、これは出せない、はい、これはこの2人じゃダメかって、うん、まあまあ今年はまあ成績が悪いからみたいな、うん、だからクライマックスがなくなったらそういうことが起きるかもわかんないよね。なくても優勝だけだったらそういうことになってくるかもわかんないよね。そうですよね。もうね、だって2位以下だったり3位だったりとかはもう優勝できないっていうのが分かってる。優勝できないしもう何も残らないから、はい、だからそういうふうになってくるかもね。そうですよね。なんか9月30日どんなことが行われるのか楽しみですね。いや、9月30日っていうかそれまでに、ね、はい、どういうふうな動きがあるか。だから原監督が言ってる、まあ、トレードっていう言葉を出してるけど、はい、原監督の中でおそらくレンタルもしていいんじゃないのっていう意味合いも俺は込められてると思うけどね、うん、原監督ってさ選手ものすごく大事にするんだよ、はい、シーズン中にドラフトをやるっていうのもなかなか反対なんだよね、はい、やっぱもう頑張ろうとしてる時に7月にドラフトやって選手が去っていくとチームを、うん、いやそれをものすごく心に痛く思ってる監督だから、
だからレンタル制みたいなのができると本当にいいと思うけどね。だから今年は、はい、今年きっかけで、まあ、例えばクライマックスがなかったとしたら、はい、そういうレンタル制も用いてもいいんじゃないかなっていうのは気はする、うん、ちょっと新たなルールとして、ね、うん、まあ、トレードも活発になってくるかな今年。そうかもしれないですね。なんかいろんなことがこうなんか活発化しそうな今シーズンですよね。そうだね、うん、だってメジャーだってさ1球団何十人って指名するところが、はい、大体8人ぐらいだったんですよ。6人から8人ぐらいに終わっちゃったんでしょ、はい、だから日本も取らないからチーム内でのこう活性化は進めた方がいいよ、はい、早く。だ逆にそのチーム内のというかこの12球団内の、うん、まあ、活発化しそうですね。その分いや多分してくると思う。そうですね、うん、いやそういったところもちょっとね注目して、まあ、プロ野球の注目だね。はい、はい。